はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今週もこの番組にチャンネルを合わせてくださりありがとうございます。今週は第37回聖地旅行特集の32回目、ベテスダの池とビアドロローサというタイトルでお送りします。はい、32回目です。はい、たくさんあと 2,3 回でこのシリーズ終わりですね。はい、次のシリーズもすでに企画しています。おそらく来年の春に出かける聖地旅行で、撮影部隊を一緒に連れて行ってですね、また楽しみですね、またね、歩きながら最新の映像をね、皆さんにお届けしたいなと思っています。はい、今日はですね、ベテスダの池からヴィア・ドロローサの係のところまでですね、はい、そして来週がヴィア・ドロローサ全部お見せしたいなと思っておりますがね、では早速参りましょうか。この VTR ご覧ください。今いるのはですね、神殿の丘なんです。今黄金のドームというのは建ってますね。旧約聖書の時代はあそこに神殿が建っていたわけですね。イエス時代にもヘロデの神殿というのが建っていました。今そこを出ました。これ方向的にはですね、神殿の丘を北にまっすぐ出ていくんです。で、門をくぐって外に出ました。で、今右に曲がりました。これで東の方に今進んでいます。神殿の丘からおよそ5分ですね、5分ほど歩くと城壁の外に出ます。今北に向かい、右に曲がって東に向かって歩いているところです。正面に城壁が見えてますでしょ。あれを出ると城壁の東側に出るわけです。そして目の前に見えているのがオリーブ山です。オリーブ山とこことの間に谷があります。それをケデロンの谷と言います。今この門ですね、旧約聖書の時代はね、これね、羊の門と言ったんですよ。でも今見るとライオンのマークが入ってるでしょ。これはオスマントルコの時代に建て、再建した城壁ですね。で、あれをね、ライオンがあるのでライオンゲートと呼んでるんです。で、今回はね、この時非常に良かったのは、これたまたまですね、これ墓地なんですけど、墓地に入る門が開いていたんです。それで番をしている方にお願いして許可をもらって、中に入っていいですかって言うんでね、入ったんです。これはね、珍しい映像なんですよ。実際にここに入れるというのはですね、これがイスラム教徒たちの墓地です。で、ケデロの谷の向こう側はもうユダヤ人たちの墓地があるんですね。それを初めて見せていただいて、それから再度ライオンゲートを通って、そしてベテスダの池に今向かおうとしています。ここはですね、マリアのお母さん、アンナという人を記念する教会が建ってるんですね。そして一番奥までずっと進んでいきますと、聖書に出てくるベテスダの池の遺跡があるんです。これは後の時代にさらにここに建物が建ちましたので、今はこういう複雑な形をしていますね。発掘された後に立ってメッセージを語ります。イエス様のご生涯でパリサイ人とイエスの対決が決定的に表面化するある事件があります。その事件がここで起こりました。それはヨハネの福音書の5章です。聞いててください。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、羊の門ってどこ？今くぐった？あそこは何で羊の門と言われたかというと、神殿に捧げる羊があそこから運ばれた。羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。これがベテスダの池です。5つの回廊っていうのは、これ僕何回見てもね、これなんで池だと思うんでしょうけど、この上にね、その後いろんな教会が建ってるんですよ。その遺跡だから池の原型がなかなか難しいんです。でもね、5つの回廊っていうのは、じゃあ手でやりますから見てくださいね。1つ、縦に1つ、2つ、
3つ、4つ、5つ。これが5つの回路。もう一回やるよ。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。で、これが5つの回路です。その中に、大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ、衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。38年間、伏せていたんです。イエスはここへ来て、みんなが伏せているのを見たんですけど、特にその人のところへ来たんです。イエスが彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。で、これひどいと思わない？例えば重病でお医者さんに行った時にね、お医者さんがあなたにね、それで良くなりたいんですかって言ってなんでこんなことをわざわざ聞くのかね。それはね、理由があるんですね。一つはね、イエス様には答えがあるからですよ。これ答えないのにね、がんでもう死にそうになってる人に、良くなりたいですかって聞いて、はい先生と、実はね、私にもね、手の施しようがないんですなんてひどいじゃない。答えがあるから、答えがあるから聞くんです。二つ目はね、その人の意欲を引き出すためですよ。これね、なんでかというとね、この人の答えを見たらそれ分かるんです。この人はね、良くなりたいかと聞かれて、はい良くなりたいですって答えてないの。もう答えをね、こう別のとこ行ってるわけです。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていくのです。これね、どうやら間欠泉、時々水が噴き出す、水が動く、その時に真っ先に飛び込むと癒されるというふうにみんな思ってたみたい。で、この38年の病人はね、良くなりたいかって聞かれた時に、なんて答えたかった。誰も助けてくれへんねんってね、言ってるわけで。ということはね、病気の状態っていうのはある意味ではね、長く病気をしてると、まあ弱さの中に逃げ込むってことあるわけね。あるいは弱さを逆手にとってね、私は弱いから助けてもらわなきゃダメなんですというふうにやってる方が楽なのね。僕の弟の話で、弟にはかわいそうなんだけど、僕の弟の3つ違いなんですけどね、中学生ぐらいの時にね、彼がね、水虫になったので、いつもね、風呂から上がったあたり、夕方夜ね、寝る前ぐらいね、足をかいてるんですよ、爪の間をね。で、汚いからね、お前こう水虫の薬塗って治せよって言ったら、いや俺はしばらくは治したくないって言うんです。なんでだと、書くと気持ちがいいって言うんです汚い話だよねだけどね、ある弱さっていうのは、そこにね、とどまってる人にとっては逆に都合がいい場合があるんですよ。で、この人はね、そういうタイプの人だね。この38年間伏せて、良くなりたいと聞かれた時にね、答えてない。で、その人にイエス様がよしよしよしと言ったと思う？言ってないよ。起きて床を取り上げて歩けって言うんです。ひどいじゃない。だって歩けないから寝てるんでしょ。それに歩けって、立って床を取り上げて歩けってのはね、立つだけじゃなくて自分が寝てるとこまで取り上げろって言うんですから、どういうことですかこれ。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したと言うんですね。これやっぱりね、曰く言い難しでね、神様の力が働く時っていうのはね、あなたが立ち上がったらね、働くんです。あるいは働くから立ち上がれるんです。これがね、微妙に絡み合ってるね。これ難しいとこです。だから私がやってるとも言えるんだけども、神様がやってらっしゃるとも言える。このバランスを理解した人がやっぱり素晴らしい人生を歩めるね。だから神様全部やってくださるからつって何もしてない人って何も起こらないよ。信仰的な感じがするけどね、全部神様なさるから私たちはしなくていいんだったら、これ何にも起こらない。かといってね、私がやんなきゃって言ったら疲れるだけで何も起こらない。そのバランスですよ。ここにね、すごいバランスがあるね。ね、起きて床を取り上げて
歩めって言った時に、はいって言ってその言葉に従ったら実際に立てる力が湧いてきた。それどこを取り上げてあるか。で聖書は何て言って、ところがその日は安息日であったって。つまり公の場でね、癒しちゃいけない、それから物を運んじゃいけない。だからパリサイ人たちはイエスをね、敵視するようになる。この事件がきっかけですね、今回はこのメッセージ終わった後ね、割合としっかり時間を取りました。そしてこの周りを回って、あの遺跡の下まで降りていきました。これベテスダの池っていうのは今でも学者によってですね、全貌がどういうふうになってたかという論争があるんですね。というのはそれ後の時代の遺物が上に覆いかぶさってるでしょ。ですから全部発掘していくわけですね。だいたい通説で言われるのは北の池というのと南の池というのがあるということは言われてるんですね。大きさも相当大きかったみたいですね。まあ縦52メーター、横39メーターぐらい、南の池は64メーター ×48 メーターなんてぐらいのことを言う方もいるわけですね。でもまだね、それが決まったわけではないと思いますね。しかし私たちは今回ここに降りていって、そして下のね、水槽のところまで見てきました。すごい装置だなと思ってね、みんな感動して、そして上に上がってきましたね。ここの水はね、実は犠牲の動物を洗う池の水としても使われていたんですね。それが実はエルサレムの神殿にここから水を引き込んで、そして動物を、犠牲の動物を洗う水に使ってたり、お掃除の水に使ってたりしていたという、そういう説が一般的にあるんですね。ここは行きましたか？私はここは行かなかったんですけども、ですから聖地旅行っていうのはやっぱり一度だけではなくて、また行かなければと思わされましたね。行っていないところの映像を見ると興味深いでしょう。そう、行ってみたいと思います ね。と同時に行っていないから何かこう物足りないという感じもあるでしょ、行くとやっぱりその聖書箇所と重ねますからね。よくわかりますね。でもイスラエルがね、毎年発掘が進んだり町が変化したり、あるいはユダヤ人の状態が変化したりして生きている国ですね。どん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 生きている国です。で最近はイスラエルからもイエス様を信じるユダヤ人、メシアニック・ジューという方が毎年ね、何人か日本に来てお話をしていてくださいます。今いい時代だなと思いますね。聖書に興味のある方、あるいはクリスチャンはですね、やはりイスラエルの動向に注目をして、そして神様がどういうふうに時代を導いているかということ、いつもウォッチしていく、そういう必要がある時代だなと思いますね。ハーベストタイムでは毎月日本語でエルサレム直送の最新のニュースを皆さんにお届けしています。これがイスラエルトゥデイという雑誌ですね、月刊誌ですね。ぜひ皆さんもこれを購読してですね、イスラエルの動向をフォローしていただきたいなと思います。さあ、それではね、今日の後半ですけれども、後半はこのベテスダの池を出まして、で今度は西の方にまっすぐ向かうとビアドロローサのスタートの第一ステーションというところに行くんですね。今日はその第一ステーションまで皆さんをご案内したいと思います。では後半の VTR をご覧ください。まだお昼には早いんですけれども、朝早くから歩き続けてますのでね、若干疲れが出てくるんです。それでね、いいスポットがあるんですよ。ビアドロローサに行く直前にね、このお店ですね、コーヒーショップというのかな、土産物屋というのか、でこの人たちもお友達ですよ、よく行きますから。この人たちはね、国籍はね、ヨルダンの国籍ですよ。ということは1967年の第三次中東戦争の前はここはヨルダンが支配してたんですね。この人たちはヨルダン国籍を持ってイスラエルの旧市街の中、エルサレム旧市街の中に住んでらっしゃる方々です。宗教的にはイスラム教徒です。しかしね、非常に紳士的です。この人たちは知的な感じがします。ここでね、ジュースとか、あるいは
アラブコーヒーですね、まあ、トルココーヒーとも言いますけど、あれはねコーヒー豆をそのまま煮出すんですよ。だからちょうど漢方薬のようなもんですね、煎じ薬みたい煮出して、で豆が沈殿するのを待って上澄みだけ飲むんですけど、ホッとするんですね。さあそれで一息ついて、いよいよ今日の一番中心の場所ビアドロロサに向けて歩いていきます。ここから 2,3 分歩くと第一ステーション小学校の前です。ビアドロロサについて今から説明します。このビアドロロサという意味は苦しみの道という意味ですね。苦しみの道という意味で、この考え方は十字軍時代に西洋のクリスチャンたちがエルサレムに来てこの町を征服して、ここが十字軍が管理する町になって以降の考え方です。しかもその時代その時代によって道順が微妙に変わりました。今のような形になったのが14世紀、それからオスマントルコ帝国時代の16世紀半ばからさらに発展しました。で今ではいつも金曜日になるとここをですね十字架を担いでビアドロロサを移動するクリスチャンの群れができます。週に1回、毎週金曜日ですから、金曜日にここに来るとすごい人通りです。さあ次のページ見てください。じゃあ総括的にまず考えてみましょう。ビアドロローサっていうのは14ステーションあるんです。うるさいでしょ、はい、ゴミゴミしてるでしょ、はい、もっとねバッハのね、はい、ミサ曲とも聞きながらねここを静かにこう祈りながら歩きたいと思わない？思います、ね、だけどイエス様がねここ歩いたのはちょうどこういう風ですよ。だバッハもなかったし荘厳な曲もなかったし、みんなが罵倒する中をね歩かれたんですよ。だから実際はこういう中を十字架を追って歩かれたんだったらこの方がねいいんですよ。ここ歩くときは現実に近いです。で14ステーションある。ステーションっていうのはね第1ステーションから第14ステーションまであります。そして第14ステーションの中で聖書に基づいて明らかにこれは聖書だっていうのが9つです。残りの5つは伝承です。特にカトリックの伝承です。だからあったかもしれないしなかったかもしれない。で現在私たちが歩くこの 14ステーションの考え方は19世紀に確立しました。でさっきも言いましたけど私たちが歩いているところをイエス様が同じように歩かれたと思わないでください。この下をあるところでは10メーター、あるところは5メーター下を当時 の道路がありますからイエス様はそこを歩かれた。しかも後に建ってる建物ですかねこの辺のは。だからこういうふうに道がなってたかどうかも分かりません。でもイエス様の十字架の重み痛みを思い出して歩くっていうのは霊的には意味があると思いますね。今第一ステーションに実は来てます。私たちが立っているこの辺りが第一ステーションです。この裏っ側が今声が聞こえてるでしょ。何の声？うん、子供の頃小学校で向こう側でここ小学校ですって私さっき言ったでしょ、はい、あれの逆の方に今出てきてるわけです。だからここにはアラブ人の小学校が建っちゃった。でもここが第一ステーションで、第一ステーションっていうのはイエスが有罪判決を受けたところです。ポンテオピラトが死刑に処してもいいって言ったところ、つまりアントニア要塞の中ですよ。これが第一ステーションです。でピラトはイエスを有罪にしたくなかったから、ガリラヤからヘロデが来ている、それを聞いてヘロデのところに送りました。というのはローマの裁判ではね、ローマの裁判ではその人が
逮捕されたところで裁判をしてもいいし、その人の出身地で裁判をしてもいいんです、ローマの法律では。だからポントゥ・ピラトはもうやりたくなかったから、ヘロデ・ガリラヤの国主です、キングではない、国主って。でだからヘロデにもう任せようと思ったんだけど、ヘロデはイエスが何か奇跡するんじゃないかと思って期待していろいろ言ったけど何も答えないから、だからもう送り返してきたね、あのガンを着せてね、王様のガンを着せて遊んだ後送り返してきた、うん、だからピラあのポンテオ・ピラトはここで死刑を宣告せざるを得なくなった、ユダヤ人から脅迫されたから。これが私たちが今立っている第一ステーションです。次に第二ステーションに行きます。第二ステーションは鞭打ちを受けたところです。ここでイエス様は鞭打ちを受け、十字架を肩に乗せます。そこに行きます。行きましょう。うん、あの話してる途中でね、トラックが来たりね雑音がしたりね、大変なとこだよ本当に。覚えてるでしょ、はい、ね、だからあの聞いてる方も大変だと思うんだけど、でもね、あのなんか画面でも言ってましたけども、実際にはね、あのイエスが十字架にかかった時っていうのはもう野じ馬たちがわんさか押し寄せてきてね、あんなもんじゃなかったと思いますよ。しかも祭りの最中でね、100万人近いユダヤ人が世界各地から来てる中をね、イエスは十字架を追って行かれたわけですね。逆にあんなにうるさい方が実はいいのかもしれない、はい、うん、その中でイエス様の思いを思い浮かべながら歩いていく、悲しみの道、苦しみの道、痛みの道、これがビアドロローサですね。旧約聖書のイザヤ書53章4節から6節までちょっと長いですが、大事な予言の箇所ですからお読みしましょう。イザヤ書53章4節から6節、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。これは有名な預言者イザヤのメシア預言ですね。彼と書いてあるのがキリストのことですね。ビアドロロサを歩くときにまさにこのイザヤ書53章の受難のしもべの預言が成就した事実、歴史的事実を思い浮かべながら歩くんですね。今日の最後のメッセージのタイトルはビアドロロサを歩く、ビアドロローサを歩くというタイトルで、いつものように3つ申し上げて終わりたいと思います。どういう思いでこの道を歩けばいいのか、今日この番組を見ていてくださる皆さんと一緒にビアドロローサを思い浮かべながらそこを 歩いてみたいと思いますね。第1番目に覚えることは痛みですね。痛み、この道は痛みの道ですね。イエスが夜中一睡もしないで二度にわたって裁判にかけられ、そしてローマの鞭を背中に受け、背中がザクロのように裂け、そこから出血多量で、そして出血多量なために心臓の脈拍数が極端に上がり、意識が朦朧とし、腎不全の状態でさらに十字架をかけられ、雑巾のようにボロボロになって歩いていかれる姿、それはまさに痛みの姿でありますね。キリストのその痛みを思うときに私たちは心に、ある場合には体にさえ痛みを感じるような思いになります。第2番目はこの道は
愛の道ですね。愛を思い浮かべながら歩く道ですね。イザヤ書のこの予言の中に、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとあります。私たちは自分勝手に生きていた、この方は違った、しかし私たちの罪咎が全部この方の上にかぶせられたんだ。犠牲的な愛、あなたを愛する愛、私を愛する愛、それを思い出す道ですね。そして最後に3番目に、この道は信仰によって歩く道ですね。という意味は何かというと、この道が痛みの道である、愛の道であるというのを分かっていても、それだけでは不十分なんです。ある方はこの道を歩きながら、なおかつ自分の弱さや罪、欠点を責めて責めて責めて歩く方がいます。そうではない。この道は信仰の道なんです。それはこの道はキリストが私のために苦しみ、私を愛してくださったから私は許されたんだということを受け取る道なんです。いかがでしょうか。あなたはキリストの愛を受け取ってらっしゃいますか。来週もまたこの番組でイエス様の愛を皆さんにお届けしたいと思います。またお目にかかりましょう。それまでごきげんよう。